こちらは本日昼過ぎから始まったライジン45の追加対戦カード発表記者会見。いやー、荒れましたね。榊原社長登場で、まずあと1回ぐらい追加カードの発表記者会見をやる。12月4日からバンダイとのコラボでライジンウエハース販売いたしますと。そして木村フィリップミノル選手のドーピングの検査結果出ましたとしまして、榊原社長なんと陽性。はは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  は, は笑うしかない。お粗末な結果、本人はさらにクリーンな体を作るので来年ぐらいにやらせてほしいと言っている。3度目の正直で、そこでさすがに決めてほしいと思っていると次もチャンスを与えるというような口ぶり。さらに榊原社長、前回のドーピングの項目数よりは減っている。他の団体はこのようなドーピング検査自体やっていないので、我々はどの団体よりもストイックにこの問題に取り組んでいることは分かってほしい。2024年クリアして木村実が帰ってこれたらいいなと思っていると。木村実選手のコメントを代読。検査結果は重く受け止めます。体内に残存していたようなので、クリーンにして必ず戻ってくるので、来年このカードが実現できるように頑張りますと。やっぱ2回目の検出なれど音がめなしで、もう次は当たり前に試合しますぜみたいな感じですね。そしてここからカード発表。1つ目、イゴール田辺選手 vs 安西新翔選手。元キングオブパンクラシスト UFC ベラトールでやってた選手ですね。ウェルター級の契約。そして2つ目、ドミネーターサトシ選手 vs 現キングオブパンクラシスト2位スグル選手。3つ目、三浦孝太選手 vs 浩二選手。体重ラウンド数などただいま調整中。4つ目、伊沢聖華選手 vs 山本美優選手。こちらは山本美優選手の引退マッチとなります。で、榊原社長、この後平本、鈴木千尋、ヤーマン、元谷の相手は誰になるのかと。鈴木千尋選手は手大丈夫なんですかね。そしてここから選手らの意気込み。まず2位スグル選手。ドミネーター選手は収録でサラリーマン、僕は収録で飲み歩いている。なので今回も1ラウンド決着で決めるしかない。ドミネーター選手、自分はずっと悩んでいる。自分の人生に本当に格闘技が必要なのか、仕事が忙しい時期に試合なんかしてていいのか、66キロまで体重を落としていいのか。でも悩みすぎるのが自分の欠点なので、前を向いて歩み続けたいと思います。三浦孝太選手、必ず勝ちます。小池選手、キムにやりましたね。社長、ちゃんと薬局紹介してあげないと。自分はいっぱい注射打って頑張ろうと思ってます。伊沢聖華選手、山本美優選手の引退試合なので、格闘技人生で一番素敵な試合をしたいと思います。山本美優選手、私の一番好きな大晦日がラストなので頑張る。ここから質疑応答で、小池選手、こんな平和な記者会見ありますか？結婚式みたい。心入れ替えて自分真面目に行きます。伊沢聖華選手、薬物は使ったことないのでわからないが、気持ちが弱いのかなと思う。三浦孝太選手、最初は MMA のキャリアのある人と話が進んでいたが、浩二選手になった。イゴール選手、今回ウェルター級で、来年からもウェルターでやっていく。安西新翔選手、これまでの経歴を聞かれて、2019年にライジンでベラトールのマイケル・ベノム・ページとやらせてもらい、その後所属がベラトールになった。しかしその後コロナになってしまい、海外に行けなくなり、今年の初めに自分の年齢のことも考えて、自ら契約を終えてもらい、今36とか7ぐらいかな。しかしまだ北米で試合がしたかったので、そちらでできる試合をしていた。今は現スポーツアカデミーで主にやっている。ライジンの盛り上がりを羨ましく見ていた。2位スグル選手、ドミネーター選手はいい人のイメージ。ドミネーター選手、大晦日に1回転がり落ちた人間がまた出ていいのかと思う。相手もパンクラスのチャンピオンだし大変ありがたい。伊沢聖華選手、 JTT には仕事であまり行けてはいないが、行くときはコロさんと一緒に行ってて、大学のようなすごいレベルの高い練習ができてて楽しいと。大学のような、まあそっか、レベル高いとも言えるのか。で、こっから榊原社長。そしてここで榊原社長、朝倉未来選手のここ最近のことについて聞かれて、まだ話ができていない。来週話すことになっている。応援したいし、ここで終わる人ではないと思っている。メウェザーなんかと話していると、いかにもらわずにというのを考えて試合をしている。ファンは残酷なもので、
でもまたそれでいいとも思っているが、もっと行けよと試合などを見てて言うが、一回今回のことを見返して今後のことをどう設計していくのかを話し合いたい。残酷かもしれないが、格闘家は同僚やファンに同情されたら終わり。強すぎて憎たらしいと言われるのが本当の真のトップ格闘家。他の選手から同情の言葉が出てるが、どんな心境か。歴史上類を見ない格闘家として進化を遂げる可能性を持っているのが朝倉未来。男として向き合って何を作り出せるのかと。榊原社長的には朝倉未来選手のあの同情されるような振る舞いは一旦は良くないと考えているようです。三浦孝太選手、浩二選手はいろんなものを巻き込んでいくことができるので尊敬している。浩二選手、太田忍と戦う芦澤はアホでしょ。来年の4月に締め落としてやるんで調子乗れるのはそれまでと。なるほど、これはどっちも負けてもリベンジマッチが組まれるのかな。来年の4月は大阪大会。新井優選手、僕アームロックと洗濯バサミしか知らないので決めるとしたら今回もそのどっちか。浩二選手、俺には竹浦スペシャルがある。今日も一緒に練習したイゴール、俺どうやった。イゴール選手、昨日もバッティングからの竹浦スペシャルで決められました。浩二選手、そんなにバッティングが多いならそれも示談やんと。打ち合わせ集がすごくてそれを感じた浩二選手、ちゃんとというのを裏で言おうと2人で話し合ってましたと。でここから写真撮影フェイストゥーフェイス。浩二選手の挑発は今回はなく、ここで以上です。まずはお祭り騒ぎとなった木村フィリップミノル選手の2度目のドーピング検査陽性について、ファンの方たちはまだ復活しようとしているのは草、厳粛に受け止めますって、お前何様だよ、必ず戻ってくるって、おいおい、これって本当に残されてたの、それともまだ使用してた、どっち、もういらないよね、ドーピング中毒性ありだね、笑い。もう10年近くステロイドを愛用しているヘビーユーザーだから現代の格闘家として終わりです。ライジンをバカにしてるな。バラさん、木村フィリップミノルはライジンをやめへんで。フィリップさんはライジン最速 KO 負けの記録を持っていますね。そもそも早すぎるんだよ、そんな早く抜けねえよ、これは運営も悪いよ。じゃあなんでそもそも組んだのさ。一生クリーンにはならないから好きなだけ使っていいよ。残存の可能性があるなら試合受けんなよ。そもそもそれなら陰性結果出てから試合組む&発表でしょうが、相手選手かわいそう、なめんな、永久追放にしろ、反省せず使用を続けてたんやろがいと。でさらにですね、山本空選手のお父さんパワーオブドリーム会長の山健さんがかっこバクとしまして、さらにその後ドーピングに行きとツイートしております。大沢健二さんは、ライジンにとって木村稔選手が大事な選手だとしてもドーピングを2回引っかかっているならよそで実績を積んでから上げてほしい、ライジンはたくさんのファイターが上がりたい場所だから信頼のない選手に何度もチャンスを与えるなら他の選手にチャンスをあげてほしい、チャンスの少ない世界だからなおさら思うと。これ以上の正論はないですね。さらに、取った種類によるのはわかるけどドーピングとして引っかかる物質は長くてどれくらいになるんだろうか、最近まで取っていたかたっぷり取っていたかっていうことですかね。そして今回もろに被害を被ってしまったアンポルキア選手は、俺が言うのもあれやけどミノル正気か、俺は別にドーピングしててもよかったけどライジンがそう決めたならこれ以上は何も言われへん、しっかり抜いてドーピング検査をパスしてこい、絶対に来年実現させるぞ、ただ今年の大晦日は俺もしっかり準備しててかましたい、誰か俺とやりたいやつおる、70キロなら誰とでもやったるで、ドーピングしてても応援される構図が俺の昨今の発言によってできていたのに、またしてもドーピング摂取によって試合中止になる木村稔、さすがに義理人情なさすぎ、安保見習った方がいいでと。アンポルキア選手、それより少し前に俺義理人情あるから今日もめっちゃ練習したと投稿しておりまして、でここに一般の方が義理人情あるなら俺の希望も実現させてくださいとしまして、アンポルキア選手のこの過去の発言を引っ張ってくる人結構多いんですが、これは2021年9月14日にアンポルキア選手がジョーダン・ピケオ選手に対してお前も芝居たるから待っとけとツイートして、ピケオ選手それに対して日本語で、自分の言ったこと忘れんなよ、
俺とリングで向き合っても逃げるんじゃねえぞと返していたということがありまして、で今回アンポルキア選手、俺の方が普通に強いと返信しておりました。そして平本蓮選手はわざわざツイッターに動画を添付しまして、大爆笑、あはははは、マジかミノル、マジかウケるな、アンポまあ気を落とすなよと、でさらにその後にも気を落とすなよ、近々ご飯行こうとアンポルキア選手に投げかけまして、アンポルキア選手も連絡するわと返しております。でさらに平本蓮選手、昨日バーでたまたまアンポの元カノに遭遇したけど相変わらず中身までブスだった、笑い、ルキア別れて正解と、元 K1 ガールズのあの人でしょうか。でさらに、相手がアンポなら木村実のステロイドをみんなはどうする、許可する、失格にするとアンケート取ったところ、許可が 86%、 失格が 14% と、おおむねじゃあ榊原社長の言動はファンの意向にもそぐっていたということですね。俺はアンポの体がどうなってしまうのか正直見たいよと。であとは今回の大晦日のポスターすでに出来上がっていて、先ほどの記者会見場にそれが立てかけてありまして、そこに鈴木千尋選手が映っていて、あとは榊原社長も先ほど鈴木千尋の試合もなんてこと言っておりましたよね。鈴木千尋選手なので、それらを受けて、え、俺大晦日試合あるのと、はい、で平本蓮選手それを引用リツイートして、俺もでかい試合流れたしやろうぜと。平本蓮選手が言っていたすごい試合があるっていうのはどうやらなくなってしまったようです。さらに八千代介選手、大晦日の試合も俺相手に断られてなくなっちゃいました、10月もそうだったし、大晦日も俺にとっては試合できるってことくらいしかうまみないのに、それでも試合したいからオファー受けたのに、2009年にデビューしてから年間1試合なんてキャリア初ですよ、点点点、今が一番試合したいタイミングなのに、そういう年齢でもあるのになぁと。で記者会見後のドミネーター選手のツイート、サクッと試合してしれっと帰りますので皆様どうぞお構いなく。に次ぐる選手、3年間勝てなくてそこから仕事辞めて本格的に格闘技習って、去年の7月復帰戦してから5連勝して夢の舞台の切符をもらった、あとは倒すだけ、最高の大晦日にしようおと。に次ぐる選手、記者会見では収録で飲み歩いているので体力ないので1ラウンドで倒すしかないと言っているんですが、実はここのところめっちゃめちゃ練習してるんですよね。で今回この2人の試合勝つのはどっちと早速アンケートがツイッター上で行われまして、ドミネーターの KO 一本勝ちが 49%、 2位スグルの KO 一本勝ち 19%、 ドミネーターの判定勝ち 23%、 2位スグルの判定勝ち 9% となっておりまして、今のところ大方ドミネーター選手有利と見ている人たちが多いようなんですが、いやいや、これはほとんど多分2位スグル選手が私はね勝つとしか思えないですね。はい、思ってないです。そしてこちらは記者会見後の榊原社長への囲み取材の様子、ジャン斉藤さんのツイートから。詳しくはまた明日やらせていただきます。平本蓮は別のプランで進行していたが、平本蓮 VS ヤーマンもゼロではない、かっこ榊原さんは可能性は否定しない人間です。ヤーマン VS 安保もないことはない。大晦日に鈴木千尋 VS 金原正則はない。千尋の大晦日は怪我の状況次第、2人のタイトルマッチは万全の状態で年明けに、12月の第1週までには全カード揃えたい、ベラトール買収した PFL のトップとは話をしている、友好的に向き合えることはできている、だそうです。はい、というところですね。あとまだ今回梅野源氏選手の名前発表されてないですね。あと今回のポスターですね、笑って年越しというもので各選手の笑顔になってるんですが、元谷由紀選手だけは多分悪魔と契約とかしてしまった関係だと思われますが、口角上がっておりませんでした。はい、こんなところですね。今回の記者会見についての皆様の感想などぜひコメント欄にお寄せください。